虹色トリップです。今回は京都でコストパフォーマンスが素晴らしい素敵なホテルをまたまた発見したので、ホテル滞在記をお送りします。皆さんの旅行計画のお役に立てると嬉しいです。現在時刻は4時頃です。私は JR 京都駅に到着しました。今から JR 山陰線嵯峨野行きの電車に乗り換え、京都駅から一つ目の駅、梅小路駅に向かいます。今回宿泊するホテルは京都梅小路ポテルです。ホテルではなくポテルだそうです。アルコールやソフトドリンク、こだわりの美味しいコーヒーなど無料サービスが充実しているようです。2020年開業のまだまだ新しいホテルです。どんな滞在になるのか楽しみです。宿泊料金の詳細についても後ほど詳しくお伝えする予定です。梅小路駅に到着しました。ホテルへはここから徒歩5分ほどのようです。到着しました。こちら梅小路ポテル京都です。シックで落ち着いたかっこいい外観です。 JR 京都駅から10分ほどで到着しました。とてもアクセスの良い場所にあります。チェックイン時刻はもう過ぎているので、早速チェックインしたいと思います。エントランスに続く道もとても雰囲気があって素敵です。建物の中はどのようになっているのでしょうか。とても楽しみです。おー、広々としてシックで大人な雰囲気のロビーです。大きな窓からはグリーンが見えてとっても綺麗です。梅雨空の夕方でもとても明るいです。入り口から左手にはカフェがあり、右側はレストラン兼朝食会場です。ロビーにはたくさん窓があり、すべての窓から木々が見えて、まるで森の中のホテルのようでとっても素敵です。チェックインが完了しました。早速お部屋に向かいます。今回お部屋は2階の205号室です。2階のエレベーターホール前には広々としたパークという名の遊戯スペースがあります。ボールプールや卓球台などがあり楽しそうです。ここからは隣接する鉄道博物館の電車も見えます。電車好きの方にはたまらないかもしれません。お部屋の前に到着しました。それでは扉オープンです。おー、これはかなりいいんじゃないでしょうか。木の香りが漂う落ち着いた素敵なお部屋です。ツインルームですが、ベッドがとても大きいです。今日は娘と宿泊するので、2人で広々とくつろげそうです。作業スペースとして使えそうなテーブルセットもあり嬉しいです。そして眺望はガーデンビュー。新緑の木々がとても綺麗です。今回はお部屋指定なしの格安プランですが、空室があったのかいいお部屋に通していただけたようです。かなり広々としていて、入り口スペースに荷物を置け、居室スペースが散らからずに過ごせそうです。水回りはこの木の引き戸の中にありました。
水回りもとても清潔感があり、明るくセンスがいいです。トイレはシャワートイレです。お風呂は大浴場があるので使えませんが、こちらも綺麗です。ベッドサイドには照明スイッチ、USB コンセントがあります。ベッドの上には館内着が用意されています。他には空気清浄機、湯沸かしポット、冷蔵庫などがあります。バルコニーにも出てみましょう。窓からの景色が本当に森の中のホテルみたいです。いいですね。これはとっても癒されます。座ってしまうと柵越しの景色となってしまいますが、それでもマイナスイオンをしっかり感じることができます。ここでビールやワイン、コーヒーを飲んだらとっても美味しいと思います。それではホテル内に様々なコンセプトスペースがあるようなので、ちょっと探検してみたいと思います。まずは今回の滞在で私の一番のお楽しみ、ドリンクコーナーです。なんと私たちのお部屋の隣がドリンクサービスコーナーです。アクセス5秒、10歩以内です。チョコレートとドライパイナップル、ミックスナッツなど簡単なおつまみが用意されています。ソフトドリンクはグレープフルーツジュース、オレンジジュース、リンゴジュース、粉末緑茶などでした。アルコールは赤ワイン、白ワイン、そして黄金の水が湧き出るビールサーバーです。生ビールが飲み放題です。今日のビールはアサヒ生ビール〇F と表示されています。自分でサーバーから注ぐのも楽しそうです。冷蔵コーナーにはスモークチーズまでありました。これでビールのお供に困ることはありません。ドリンクコーナーの向かい側はブックコーナーです。好きな飲み物を片手にゆっくり本を読むことができて、優雅な時間が過ごせそうですね。こちらのコーナーの本はお部屋に持って行ってもいいそうです。階段を上がり3階に来ました。こちらはブックとゲームのコーナーです。絵本とボードゲームが置かれ、自由に遊ぶことができます。ボードゲームは見たことがないようなマニアックなものが多く感じます。楽しそうです。ファミリーや大人数で宿泊するときに盛り上がりそうですね。そして廊下を挟みコーヒースペースがあります。こだわりのコーヒー豆を自分で挽き、ドリップして楽しめるコーナーです。コーヒー好きにはたまらないのではないでしょうか。こちらは後で利用したいと思います。4階にやってきました。こちらはミュージックのコーナーです。レコードプレイヤーとレコードが置かれ、音響にこだわった渋めの大人空間というコンセプトだそうです。奥は板の間になっていて、クッションが置かれ、くつろぎながらゆっくり音楽を楽しめますね。それでは後ほどいろいろ体験するとして、喉も渇いたのでお楽しみにドリンクをいただきます。2階に戻ります。ではビールサーバーにチャレンジです。紙コップなのでちゃんと注げているか分かりませんが、楽しいです。娘はおつまみコーナーを見てご機嫌になっていました。ドリンクとおつまみを持ってお部屋に帰ってきました。いただきます。梅雨の蒸し暑い時期のビール、間違いないですね。美味しいです。すぐに飲み干してもビールサーバーが徒歩5秒、ありがたいです。
再びドリンクコーナーに来ました。そろそろ夜ご飯にしたいと思います。今日はお弁当を買ってきました。ビールやワインをお供にゆっくりいただきます。それではここで今回の宿泊料金と予約方法についてシェアしたいと思います。予約のタイミングなどで価格は変動しますので、一例として参考程度にしていただければと思います。今回私はアゴダというホテル予約サイトでお得な料金を見つけました。平日宿泊、部屋指定なし、1泊朝食付き、2名で 13,619 円、1名あたり 6,809 円でした。予約画面のお部屋の写真より広くてランクの高いお部屋に案内していただけたようです。これは空室状況によるものだと思います。動画作成日の6月19日現在では、6月後半、7月中旬、8月中旬の平日にも同程度の料金がありました。料金は日々変動しますので、興味のある方は宝探し感覚でお得な日程を見つけてみてください。ちなみに案件などではありません。実際にお金を支払い宿泊しています。アルコールサービスなどは3時から10時までのため、夕食はホテルのレストランかテイクアウトしたものをお部屋でいただく方がサービスを思う存分楽しめると思います。夕食の後はテイクアウトした伊藤久右衛門の抹茶ゼリーとこだわりコーヒーで食後のデザートタイムを楽しみました。ごちそうさまでした。お風呂に入りにやってきました。お風呂の営業時間は15時から24時、朝6時から10時までです。タオルは部屋から持っていくスタイルで、ブラシなどのアメニティはお風呂の前に用意されています。梅麹ホテルの大浴場は梅麹銭湯ポテ湯と名付けられ、昔ながらの銭湯をコンセプトに作られています。それではゆっくり温まっていきます。サウナやジェットバス、露天風呂風お風呂もあり、とても気持ちが良かったです。営業時間外で買うことはできませんでしたが、受付前にドリンクなども販売していました。体もほぐれ、今夜はぐっすり眠れそうです。おやすみなさい。おはようございます。時刻は午前6時50分です。朝食を食べに1階のレストランに向かいます。朝食はビュッフェ形式のようです。ありがとうございます。こちらの方にお取りしていきますので、はい、お湯さんを裏返していただければ助かります。はい、ありがとうございます。料理はこのような感じです。レストランはそれほど広くはないですが、品数が豊富で、軽い朝食からがっつり朝食まで好みに合わせて満足できるラインナップだと思います。動画には映ってませんが、パンやシリアル、フルーツもありました。
ライブキッチンで魚や焼きおにぎりが焼かれていたりと、朝食会場も窓からの緑がとても綺麗です。それでは朝からがっつりいただきます。最強味噌の甘いお味噌汁が京都にいることを感じさせてくれます。九条ネギをのせた焼きおにぎり茶漬けが体に染み渡ります。和菓子で季節を感じながらデザートまでしっかりいただきました。京都といえども味が薄いということもなく、味付けはどれもとても美味しかったです。ごちそうさまでした。チェックアウトの11時までまだ時間があるので、ホテル敷地内を散歩したいと思います。ホテルのお隣は京都水族館です。そして裏は梅小路公園、そして鉄道博物館とロケーションは最高です。ホテルの入り口横に梅小路横丁というものがあり、提灯がかかりとても雰囲気がいいです。横丁には梅麹発酵所というお店があり、麹作り体験や日本酒、発酵食品の販売を行っています。向かい側には昨夜利用した大浴場のポテ湯があります。建物の裏は散歩道もありました。ベンチもたくさんあって、ここでのんびりするのもいいですね。ルーフトップがあるそうなので5階に上がってきました。利用時間は3時から24時、4時半から11時までです。秘密の扉感があってワクワクします。階段を上がり到着しました。五重の塔が見えています。高さはありませんが、開放感があっていいですね。京都タワーも見えています。昨夜は雨が降っていたのでここには来れませんでしたが、晴れていたら夜景を見ながらビールなんて飲んだらもう最高です。それではそろそろお部屋に戻ります。チェックアウトまでは2時間あるので、編集をしたりくつろいだりしてお部屋での時間を楽しみたいと思います。ちなみに朝のドリンクサービスのコーナーはソフトドリンクのみの提供です。アルコールを含む提供は15時から22時、翌朝はソフトドリンクのみで7時から10時までの提供です。とうとうチェックアウト時刻になってしまいました。梅小路ポテル京都、ドリンクサービスと価格に惹かれ予約をしましたが、落ち着いたデザインの客室でリラックスでき、またいろいろなコンセプトのサービスがあって、楽しみながらゆっくりくつろぐことができた滞在でした。現時点では今年宿泊したホテルの中で一番のお気に入りです。京都はリーズナブルで魅力的なホテルが多すぎて、私の京都のホテル巡りはまだまだ続きそうです。また素敵なホテルを見つけたら動画で紹介したいと思います。それでは今回の動画はここまでとなります。また次の旅でお会いいたしましょう。チャンネル登録、コメント、高評価いただけるととても嬉しいです。